どうも、トラジローです。今回は、騒動クロニクル仮面ライダー電王のアクションボディですね。これ、この間2つ開封したので、これを仕上げていきます。せっかくプラットフォームの頭もついているので、これも一緒に仕上げていきます。まずはパテウメですね。ジオウの騒動シリーズと同じで、太ももの付け根とふくらはぎと足の裏ですね。これそれぞれ穴が開いたので、パテで埋めてます。プラットフォームの頭ですけれども、後頭部のピンを除去して、頭の上の方穴が開いたので、パテで埋めて、モールドを追加してます。お尻の部分、文字が入ってたので、これは消して滑らかにしてます。まずはパーツ全体をブラックサーフェイサーで塗装してます。で、手や足などのシルバー部分ですね。これはホワイトシルバーで塗装してます。で、腕などの白い部分ですね。これはクールホワイトで塗装してます。で、プラットフォームの頭の横の部分ですね。これはラフゴールドで塗装してます。で、ベルトですね。これはシルバーはエアブラシで塗装して、細かい部分は筆塗りで塗装してます。で、デンガッシャーはブラックサーフェイサーの上から、他の色は筆塗りで全部塗装してますね。ライダーパスを持った手首パーツは付属のシールを貼ってますね。で、最後、パーツ全体に光沢とコートを拭いてます。ではパーツが揃ったので組み立てていきます。仮面ライダー電王アクションボディ完成です。では完成したものを見ていきます。最終的に4体ですね。4つ作りました。ベルトの方は5つですね。プラットフォームと、あとガンフォームのものもちゃんとあります。4種類、じゃない、5種類作ってますね。では、このプラットフォーム見ていきますね。塗り分け自体は、ジオウシリーズからすればだいぶ楽でしたけどもね。ちょっと数が多めなんで、ちょっと時間かかりました。このデンガッシャーはこんな感じですね。赤い模様はちょっと省略してます。で、プラットフォームの頭の部分ですね。こんな感じです。で、可動の方は、一応デンガッシャーは軟質パーツでできてるんですけども、ちょっと塗装が剥がれるのがちょっと怖いので、後ろに回してあげた方がいいかなと思います。じゃあ頭も左右に動かせますね。はい。今までの騒動シリーズと同じような感じですね。ちょっとポージングしてみると、はい。こんな感じで、ちょっと弱々しいポーズが印象的ですね。手首パーツ交換してみます。平手とライダーパスを持った手首ですね。はい。こんな感じで、フォームチェンジ前のかっこいい姿が決まりますね。ベルトに当てる感じもかっこよく決まりますね。はい。またアーマーの方も仕上げていきますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。